はい、今日竹組さんではひらがなワークの練習を行っています。今日はひらがなのすとむを練習しています。もう終わっちゃった人もいるんですけど、とっても集中してやっていました。終わった？バッチリです。1学期からひらがなの練習を始めて、子どもたちもどんどんスムーズにひらがなを書けるようになってきています。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。